皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は飲水量についてご紹介させていただきます。最近は寒い日が増えてきましたね。寒い日が続くと愛犬愛病ともに飲水量が減る傾向にあります。飲水量を気にするのは暑い日だけではありません。飲水量は愛犬愛病の健康にも大きく関わってきます。今回は飲水量を上げるために重要なポイントをご紹介させていただきます。一つ目は水です。水道水は愛犬愛病にとっては飲みにくいものとなります。人間でも水道水と市販の水だと市販の水の方が飲みやすいですよね。今までの水道水に軟水化フィルターを入れてあげるだけでも飲水量は変わります。2つ目は給水器の形です。給水器はノズルとディッシュの形のものがあります。ノズル状のものは犬、猫の舌の構造上飲みにくいものになります。またノズル状のものは雑菌がたまりやすく衛生的にも良くないです。最後に3つ目は高さになります。あまりにも給水器が低すぎると頭を下げて飲むことになりますので、とても飲みにくいです。愛犬愛病が頭を下げすぎないくらいの高さが目安です。愛犬と愛病の健康維持のためにも飲水量について検討してみてはいかがでしょうか。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。